各社様が戻るまでおとなしく待ちましょう。まだ若いもんには負けたくないが、英気を養ったら勝ち負けの用事でもあるのか。そういうあれさて。いらっしゃいませ。ヴェルンワース随一のもてなしでお客様の疲れを癒して。差し上げましょう。早めに寝るのは悪い気はしま。今回は大変でした。日が昇っていなくとも活動はできますよ。ともかく準備を整え。整えましょうか。さて、旅の続きといきますか。
何もしない贅沢。うまいもんじゃな。穏やかだな。各社様、我々はここで待機しています。この華やかな場が、この華やかな場が各…それで、その技者はどうなったんです？踊りは得意じゃないんだけど。竜のことは忘れ…ほう、いや、何も言うまい。ここでは互いに名もなき貴族。それなりに楽しければそれで。あなたも竜との戦いで本物の格者王様が特にお前さんには。あら、顔が見えない。それが詮索なしが決まりとはいえ、仮面何の用だよ。みんな楽しそう。ここなら一時不安を忘れ。構うなと言った。どうせなら楽しいお酒を。参加者は変わらないの？やっぱりここ落ち着くわ。各社酒にありつけるの。こうして過ごすのも。聞かざるのも面倒よね。程よい静けさは好みだわ。何もなければいいが。若い者の変な目で見てくる人が多いわ。あなた、ベルント殿とお親しいようですね。先王の覚えめでたきこの。それもこれもディーサ様に愚かな。いやはや、後期派が急で。あなたもベルント殿に。お聞きになりましたか。酒にありつけるのは。ここなら一時。全く新人どもは。幸せ。あの用事、任務を済ませたっけ。これが終わったら。ほう、いや、何。ここでは互いに名もなき貴族。
今ちょいと立てこ。これは何か珍しいものや中でもあのそれでも何かがわ。やっぱりここ落ち着くわ。ここなら行っと。どうせなら楽しいお酒を飲まないと。忙しいことは幸せかもしれません。新しい出会いはぼーっとしてしまった。あんた、もしかしてバタルに行く用事が？許可証を持たずに関所を抜けようとする奴が増えてきてね。交易は回復しているとはいえ、くれぐれも強行と。何もないのが結局一番じゃ。何をするにも体力と記憶力が過ぎるわ。この華やかな場が各社を。癒される場所大事にしたいな。有意義な生き方って何だろう。やっぱりここ落ち着くわ。どうせなら楽し。何か見たい芸が。ここなら一時。みな楽しそうで何より。互いに干渉。我々が暇なら治安がいいってことだな。毎日同じことばかりじゃな。まあええわい。どうすべきかしら。それなりに楽しければそれでいいの。顔が見えない。酒にありつけるのは悪く。踊りは得意じゃない。本当に各社を。困ったことがあればお力に。あらあら、あなた。どうした？何かあったのか？ああ、見慣れぬ者がこの奥に入っていったとの報告があった。少し調べさせて。こっちよ。おい、開けろ！
何かしら、お客様にしては物々しい。大変申し訳ございません、ヴィルヘルミナ様。しかし、賊がこの区画に侵入したとの報告が入ったので。そんなはずないわ。さっきまで表にいたのよ。でも誰も入っては来なかった。そうですか、しかし。ご苦労様。お帰りなさい。陛下のお怒りに触れたくないならね。何かあれば私から知らせるわ。大変失礼しました。一体何の御用かしら。ここは貴族様たちの秘密の遊び場なのだけれど。ん？何か知りたいことがあるという顔をしているわね。そうね、例えばこんなことかしら。ほらほら、もっと酒を注げ。いいか、俺を誰だと思ってやがるんだ。俺は王様だぞ。それなりの扱いをしろよ。分かっていますわ、陛下。さあ、もっとお飲みになって。それともそろそろお酒はやめて別の遊びをいたしましょうか。どうします？ああ、そうだな。そうする。そこまでにしておきなさい。バレれば後で面倒なことになるのは目に見えてるわ。あなたは一体何を知りたいの？そうね、もし各社王のことを探りに来たんだったら。そうよ、さっきあなたが目にした通り、彼は後期に用意された真っ赤な偽物に過ぎない。だとすれば一つ問題があるわね。あれが偽各社王なら、本物の各社王は一体どこにいるのかということ。お行きなさい。ここを出るための手助けくらいはしてあげる。次はお店の方にいらっしゃい。今度からは私につなげるように。なんで私じゃダメなんだろう。もうここはいいかも。複雑なのよね。うん、あちこち回ってみようか。誰かとびきりの話してたけない場所だけど、それがいいね。お待ちしておりました、各社様。回復魔法を唱えます。一旦そのままで。偽各社王について何か分かったようですね。ベルント殿に報告しに行きましょう。
これでベルント殿に報告できますね。ではその人のところまで案内を。心強い誘導です。任せました。誰か何とかしてくれんか。何もしない生活バカはやめて、さっさと寝ちまうか。随分慌ただしい。こちらはママじゃな。手袋して。こちらですね。到着しました。働きの甲斐や即位の宴は清掃。いらっしゃい。いい酒を揃えていますよ。まずは一杯いかがです。陛下が各社として名を立てられるよう、今はなすべきことをこなしていきましょう。なるほど。では偽の各社をおそらく消したところで、むしろ気になるのは、私の知る限り、私の方で追加調査を行こう。陛下が各社として名を立てられるよう、即位の宴に何かやり残したことがあれば、陛下はそのどうか祝宴に他にも気になることがおありですか。即位の宴に出れば、陛下の置かれる状況、何かやり残したことがあれば今のうちにお済ませください。陛下、その服装では少々問題かと。どうか祝宴にふさわしい服装をご用意ください。私はここで待って。他にも気になることがおありですか。全ては我らが民のため、頼み。陛下が各社として名を立てられるよう、今は即位の宴、何かやり残したことがあれば。かしこまりました。即位の宴は、あ、
即位の宴にて偽スベン公使によれば例の手紙にあれは各社だとすればその私の方で何かほこんなことになるとは思いもしませんでしたね。カンナギの声なんてものがあっただなんて。今は闇雲に動くべきではありません。ベルント殿の検討を待ちましょう。そうですね。陛下が各社として名を立てられるよう今私の方で他にも気になることが終わりですか。全ては我らが民のため。ご用は。ここは戦いで勝ち残るならまずいい。防具を着ることだ。そこをけちると。はい。大事にするからね。ありがとう。また頼むよ。ゴブリンのなんとかゴブリンから武具を取り戻してくれよ。二度とこんなことが起きに。ええように思い知らせてやっ。物資の調達は心躍り。ついつい散財してしまいそうでした。合意します。陛下が各社として名を立てられるよう全ては我らが民のため。陛下が各社として名を立てられるようカンナギの声の件ですが、バタルに先日の手紙に押されていた。しかしバタルと我がベルムントはそこでこれをご用。バタルの砦を通行できる数少ない存在が獣人の商人です。その者の一人を買収し、それを使えば関所を抜け、どうにか獣人のふりをせねばなりません。の牢獄にいた盗賊、彼ならば手口に詳しいかもしれません。
そこまでなら私が。案内できます。そうですね。各社様かい。スベンテ坊やが会いたいそうだ。ついてきてください。さて、一つの食にこだわるのもいい。それが今まで見たことのない特別な食ならなおさらだね。またお待ちしてるよ。
各社様、ずいぶん動きが緩慢ですが、少し荷物を抱え込み。次では、おや、いらっしゃい。体力が持たんわ。ゆっくり見ていておくれよ。よかったら見てっとくれ。塩を少し足そうか。おや、いらっしゃい。今日は何しようかな。せめて今夜はいい夢見たいわ。さすがに今サボったらバレる。おや、お客様、今日は遅いお帰りで。遠出の成果はございましたか？また来てくれよ。新たな記念か。ゆっくり見ていておくれよ。無事に飛んでこれました。一旦状況を整理しましょう。どうしました？そろそろ進まないと。
私の得意なのは所持品による回復支援です。手持ちの採取を行います。何かに使えるかもしれません。そこから調合素材を採取できそうです。ひとまず取っておけば、後で使えます。あそこにスケルトンが。戦果としてはまずまずでしょうか。この紅葉が我々をさらに高めるでしょう。夜明けが近くなってきました。あと少し、ここを乗り切れば。味わってもらえた。今のは効果的だったようです。無敵ではないんですよ、我々は。
関係のない話ですけど、ソーサラーがこうも集まると壮観ですね。様々な魔法で連携できますね。これは少し高すぎるようです。私ならこの状況でお役に立てますよ。協力いたしましょう。採取します。後に役立つ時があるでしょう。
あの宝箱を開いてみます。注意を、ミノタウロスがいます。この岩、動かせそうですね。何人かで押してみるとか。一度押してみてはどうでしょうか。全く意外です。このような戦況は私の経験にはありません。いいですね。と言える立ち回りができました。これに慢心せず次に備えましょう。これはなかなか激しい雨ですね。濡れる以外に実害はないですが。
予習の身の上から逃れ、なすべきことをなしているよ。まずはホーンと、あなたの求めるもの。意外と高さがありますね。落ちないよう慎重に、注意深く行動しましょう。ベニンハーピー、毒を持った敵です。おっと、意外なところに道がある。大量の宝でもあれば嬉しいですが、慌てて入らず様子をよく見てくださいよ。立像、バタルにも多く建てられているようですね。あれを目印にするといいですよ、各社様。いつの間にか荷物が増えましたね。重いと動きが鈍くなります。気をつけましょう。
かりました。各社様のそばにいます。
注意を。戦果としてはまずまずでしょうか。死後は禁じられ、異界でもここから近くにキャンプ地を見つけました。私私の経験を信じてもらえるなら案内できますよ。私は何より回復支援を得意としますので、自己判断で手持ちの支援品を各社様に使用では雑用はあなたに任せるとし、何かを起こしましたよ。各社様に助けていただけるとは恐縮です。素晴らしい星空ですね。賛同します。
月だ。各社様、今のうちに回復を。仕方ありません、やりましょう。当然、承知の上です。そうですね、ここにある強い水流が使えるかも。こいつは使いどころを見極めましょう。戦闘でこそ役に立つはず。ねえ、何か買ってくれない？ありがとう、またね。通会とはこのことですね、各社様。ではこちらへ。各社様、今すぐ助けに参ります。お願いします、急いでください。
私がお手伝いいたします。今思い返しても激しい戦いでした。まあ我々の経験をもってすれば必然でしょう。この扉どうにか通りたいところですが、すぐにまた戦闘立て直す暇がありませんね。指示に従い戻ります。完全完璧、それ以外に言葉なし。この調子で次も仕留めましょう。
驚かせてくれますよ。この戦法のことは来年までの主に伝えましょう。びっくりですね。と思ったんですが、自分が倒れてしまった時のことを思い返していました。確かにホブゴブリンがいます。
あの剣のあの場所、ここからだとすぐだな。効率だけを。あなたは、さては各社警戒する必要は立ち話もなんですので。おや、到着ですね。まずはこちらは、たとえポーン連れであろうとね。さ、どんどん飲んぶって。私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。戦いにおいては各社様の行動に準じます。体調は万全ですか？また後でお声掛けを。これは異界での私。戦いには後方支援が必須です。私が明治として力添えいたしましょう。とても素敵な時間でした。あまり堅苦しいのも疲れますよ。もしエルフ語について意思疎通が必要なら、私の本、今の品は異界の私のマス。なんと、ここまで各社様強く。魔法の力はどこまでも。ここで再会で。私は何より回復支援を得意としますので、自己判断で手も。今の品は異界の私。各社様の盾として必ず守り通します。ファイターの私の腕をご信用ください。出会えて嬉しく思います。
お別れの時です。互いに能力を把握して、今は特に何もありません。これは異界での私の記憶違いでなければ、確かどこかでお会いし、私の魔法支援はいかがでしたか。お帰りなさい。また会えて。今は雑談の気分ではないので、今の品はいか。ご安心ください。私は余計なことを一切喋りません。各社様、私との旅を。まずは作戦会議でもしますか。こんにちは。今日も頑張りますよ。これは異界での私のマス。各社様のお力になれること誇りに感じます。縁あるなら再会は必然。何か相談があればいつでもどうぞ。日が高くなってきましたね。これは戦いには後方支援が必須です。私が明治として力添えいたしましょう。私を選ばれるとはお目が高い。力ら、お弓使いが必要になれば。あまり堅苦しいのも疲れますよ。答えは変わりませんよ。今は情報。今の品は異界。おや、私の魅力に惹かれてのお誘いでですか。剣の腕を磨く機会。共に各社様の信頼に応えます。ご用があればお伺いしますよ。今の品はいく。分かっていますよ。私が必要なんでしょう。攻撃力、防御力。では雑用はあなたに任せ、お伝えすべきことはないですね。今の品は異界の私の、私は調合が得意です。手持ちの素材を私の判断で調合いたしますよ。出会えて嬉しく思います。私はここでお別れです。体調は万全ですか。では行きましょう。
私は最終より攻撃行動を優先し、強敵。仕方ありませんね。旅に別れ。私はエルフ語がわかります。わしゃとの何か相談があればいつでもどうぞ。そういえば、こんな話をご存知でしょうか。異界にて、ポーンだけがかかる病気というものがあるらしく、それが発症。ゆっくり見ていって。また来てよね。思い出しました。あるようで行くべき場所が近くにあったはず。どうしましょう。先にそちらに向かいますか。おや、おやおやおや、うん、君いい体してるね。こりゃいい、健康そのもの。アスプには会ったことあるかい。毒を噴出するだけじゃない、頭のいい魔物。それじゃあ次、アスプの毒にまさにかかっているところ。突然だが、あれといえば幻の。この国の民は、原始たるナデニア様も、首都の外にポーンたちの集え、あなたが本当に各社だというこの国の民の感情を変える、それがあればバクバタル内での。そうですか。それを万兵に見せれば、かたくなにポーンの民を死、地道な方法ですが、それが。あなたの求め、まずは彼は禁術を。なんじゃ、逆じゃったのか。カンナギの子。わしの腕は安くない。
マイダーリ。ここかい？忠告しとくが、勝手に商品を持ちと。したりしないでくれよ。また来てくれよ。私の後に続いて。ゆっくり見ていっておくれよ。毎度あり。いい買い物ができましたね。それなりの出費になりましたが、旅の支度ですから時には大盤振る舞いも致し方ありません。しばらくこのままでいいか。バクバタルの民の多くは心根の優しい女王に敬愛の心を強くお持ちのようですね。女王様が毎日民と共に祈りを捧げるバクバタルの風景は王と民の近しさを感じます。ベルンワースにおける民と皇帝様との関係とはまた様相が異なりますね。ついてきてください。何だよおい。
しましょう。何か買ってくれるか。ようこそ。いい品があるわよ。そろそろ帰るか。さてと、ぼちぼち本腰入れるか。体力が持たんわ。私が拾ったものは各社様が優先してお使いください。立ち回りができました。これに慢心せず次に備えましょう。私にできることなら何でも。お見事です。さあ次です。誰だお前は。青く光る欠片を探し着きましたね。
ほうきの海底のあの部分に何かある。この青いかけらも。なんだ？あなたは？ここから海が見えますね。深みにはまれば逃げ出せないでしょう。珍しい品は異界で私が使えるマスターもきっと知らないものでしょう。話しかけないでいただき。話しかけるか。何か用でしょうか。場所にもあるんですね。ともかく回収できてよかったです。なるほど、これは我が異界のマスターにもぜひ伝えておきたいです。Thank you.
私がお手伝いいたします。私が助けに行きます。こちらですね。それ竜に抗い愚かな返答を繰り返す。暗い場所だといきなり水たまりに足を突っ込むこともありますね。そうですね、自分もそんな経験があります。古来より赤き竜に限らず竜をほふり血と乏しきものを手にした汝の旅の無事。欲しいものがない時もありますよ。無駄遣いするよりはマシです。作者様は計画的なんですよ。
私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。開けに行きます。あれを手に入れたいですが、すぐには届きませんね。人同士の戦いはできませんね。絶対に仕方ありませんね。賛同します。私にできることには何でも。私が拾います。私の後に続いて。仕事の邪魔は。到着しました。鬱陶しいな。途中だぜ。何か用でしょうか。
まさか入団。魔物が何かを落としましたよ。私にできることなら何でも。今は特にお助けできることはなさそうですね。ファンタズムを見つけました。拾っておきますよ。
私がお手伝いいたします。海底のあの部分に何かあるのか、この青いかけらも。